老婆が私の家に来たんですよ。ボロ、またこれボロボロになった老婆が。でね、やっぱり頼む人に見えたんですよ、僕らのことをね。六星さん、この敵を追ってくださいって言ったんですよ。8月6日からその郊外の東洋工業へ動員がかかって行ったんですよ。だからその日の7時半頃に出ましたから、ちょうど抜けた時にちょうどこちらへ着いた頃に来たんです。だからここのこっちにいたんだったら大体1キロですよね。ここはだいたい4キロですから、それで助かったですね。まあ、東洋工業の2階だったのか2階か3階だったわけですが、そこで要するにブリーフィングが、あの会社側からの説明を聞いてたんですね。で8時過ぎからで8時15分になりまして、その講師がですね、こう喋ってる時に急に左側にものすごい閃光が光ったんですよね。閃光があっと思って見た。それでその講師がその黒板にですね、その閃光の後で黒板に大量生産とあったのを書いたんですよ、チョークで。大量生産と書いた途端にダーンとものすごい爆風が来ました。で爆風のために、あの窓側に座ってた教授とかそういう人たちがね、あの破片でだいぶ負傷しましたよ。で僕はちょうど真ん中にいたんでね、何もなかったんですけども、急にものすごい爆風なんだもんですから、一時みんなこの机の下に隠れましたけどね。それで何もないんですよね。それでも終わりなんです。学校が危ないようだと。で、御神苑も危ない、御神苑って、当時の天皇の写真のことで御神苑って言った。御神苑も危ないって、先生はすごくそれを気にするんですよね。御神苑をやれたら自分責任になるから、御神苑を救わなきゃと言うんで、すぐにじゃあ行こうと。でそこからこう どこの道を通ったのかよく分かりませんが、どんどん燃えてるんですね、前に。だんだん市街へ行く途中でね、至る所にこの燃えておりまして、でしばらくしていくとね、何かあちらの方からね、何百人という、ね、人影が見えて、幽霊みたいなさ、要するに、ね、このあれが皮膚がこう、まあ、よし崩れ落ちて、まあ、目はもう真っ赤で、なんかものすごい火傷で、そういうちょうどこういう格好で幽霊みたいなのが何百人もゾロ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 と来るんですよね。そしたらこれは何だってこれはと言っているうちに、まあしばらく行って歩いているうちに、僕らはその一応タイムを整えて歩いてるからですね、かなりそのしっかりしたと思われたんでしょうね。あの大悟君でその行く団体あんまりいないですから。そうするとね、これはもう私はこれだけは忘れられないんですけどね、一人の老婆が私の家に来たんですよ。またこのボロボロになった老婆が。でね、やっぱり頼む人に見えたんですよ、僕らのことをね。六星さん、この敵を追ってくださいって言ったんですよ。僕はね、あっと思って、実はね、敵って言ったら誰だろう、どうやって、この爆弾落としたやつだって言ったら、これはアメリカじゃないかって言ったら、アメリカはね、僕はこの高等師範は栄誉家なんですよ。僕はアメリカとイギリスが好きだったんですよ。ね、でその当時までアメリカの文学も読んだり、それからフォースターの歌を歌ってみたりね、オートブラックジョーとか、そういうそのある意味ではちょっと変人ってやおかしいけども、まあアメリカカブリアまではいかないけど、いずれにしても英語好きだった。だからアメリカのことについてはね、当時の指導者が米英、鬼畜米英って言ってましたよ。鬼畜米英なんて分かんないことね、言えないですけども、心ではそう思ってた。
ところがね、そのおばあちゃんが畑売ってくれってあのこと聞いてね、本当にアメリカは鬼畜だと思いました。西関のところへ行って、西関の前にあれがあるんですよ、この今年のボンボン燃えてましたです、燃えてました。そうね、あのご親友のところじゃない、全部あの木造でしたからね、僕の会社は。で、2、3日ですね、救護活動しました。救護活動だってね、何やりようがないんですよ。近所のね、西関の病院がありましてね、西関の病院にその連れて行くんです。西関の病院なんかすぐも満員になっちゃって、いない、入らないんですよ。ですから、こうずっとね、街を歩いていくとね、この転がってんですよ、死体みたいなのがいっぱい。死体みたいなやつにね、ここから行くかけるとね、何も言わないのも死んでるんですよ。で、これほったらかしです。ちょっと言うとね、水って言うんですよ。あ、これはまだ生きてると。で、そういう水って言った人をね、助けてね、で、俺は日赤運ぶんだけど、日赤はもうダメなんで、しょうがないから、まあ、暑いですからね、涼しいところって、涼しいところって言ったら、防空壕しかないんですよ。で、防空壕の中でそのね、こう運んでね、リアカーから乗ってて、乗っけて、防空壕へ運ぶ作業をしたんですが、これはまた、防空壕の入り口狭いからね、どうしてもこうやってこれ運ぶでしょって、手持ったらずるっとこう抜けるんですよね、川が。そういう感覚っていうのはね、本当によく分からない。まあ、つまりそうして全部その防空壕へ入れたんだけど、多分あの人たちはもうね、亡くなったでしょうね。何もないんだ、薬も何もないんだけどさ、防空壕入れたけど、涼しいって言って、涼しくもない。いっぱい防空壕もいっぱいいるんですよ、親の人がね。ソビエトが参戦したから、っていうのがありましてね。あ、これはもう負けた。で、それがあってから、国へ帰ったんです。何日だか、3日か4日か言いましたね、それは。戦争が終わった時はどこいらっしゃった？戦争に行った時は、だから、徳島にいました。あとね、戦争と やっと終わったって、ほっとしましたよ。だから、その、原爆っていうの、なんていうのもういつまでもこう、そういう意味ではずっと、これ心の中に宿ってんですよね、これずっとの、おばあちゃんの言葉も同じですけどもね、絶対にこれは、何かしらこの、表に出ないんだけども、ずっとこの63年間、ずっとこのそういう源流としてね、こう流れてるんですよね、僕らのこの被爆者の体の中に。敵を撃って、どうして敵を撃ったらいいか。じゃあ、再び原爆をアメリカへ落とすのかと。これはちょっと、ほとんどそれは、そういう形の原爆復讐というかね、敵を撃つことは、そういう形で やっちゃいけないと。その私たちの被爆者の願いっていうのは、どうして敵を撃つかって、いろいろずっと私も考えたんですよね。結局、これはですね、原爆をなくすという、原爆、すべての原爆をなくすということで、仇を討つと。そういうことしかないんじゃないかな。だから、外国のその青年に言いたいことは、決して力を持って、いわんやその原子爆弾を持って報復するな。原爆には原爆でもって報復するようなことは絶対しちゃいけないと。これやっぱりその原爆そのものをなくすことによって報復するというようなことというのは結論に今達しているというようなことじゃないでしょうか。